北緯36度38分49.1秒、統計138度11分15.1秒、北緯36.646972度統計138.187528度、36.646972138.187528。最高寺は、長野県長野市にある浄土州の仏教寺院。通称は、軽か山。号は、 カルカヤ山。陰号は、弱小院、本尊は、阿弥陀如来。江戸木の寺として知られる。妖曲、説教説などで広まった、カルカヤ伝説ゆかりの寺である。伝承によれば、カルカヤ同心は、元は、畜全国の領主で、俗名を、加藤左衛門の上絵師と言った。世の無常を感じた茂氏は出家して、高野さんに赴き、仏道修行に励む。 カルカヤの出家後に生まれた子である石、わらべ丸と、母は父を探して、高野山に行き、女人禁制で、母はふもとに残る。石、わらべ丸は、父と、おぼしきカルカヤをしとして、修行に励みつつ、父ではないかと尋ねるが、出家の身であるカルカヤは涙をこらえて、そなたの父は死んだと告げる。石、わらべ丸が下山すると母が、 帰郷すると姉も亡くなっていた。カルカヤは、その後、禅光寺、阿弥陀如来のお告げを得て、信濃国に移って、昭治元年に禅光寺近くに世を営み、そこで王城を遂げた。この時の草案が、賢人元年に寺院となった者が、最高寺であるという。一人残された石、わらべ丸は、信濃の方角に、死雲の棚びくのを見て、信濃へ向かい、 父の死の2年後の同じ8月24日、そこで没した。最高寺に伝わる2体の地蔵菩薩像は、カルカヤ親子地蔵と称され、カルカヤ同心と石、わらべ丸がそれぞれに刻んだものとされている。最高寺にはこれを描いた、カルカヤ同心石道丸親子護衛殿が所蔵されており、聴衆に見せながら語り聞かせる絵時を行っている。 1831年の善光寺本堂建立に当たっては、造営奉行で松代藩の家老であった小山田平太夫が最高寺に滞在した。当時の本堂も善光寺の資材を用いて建立されたという。ありがとうございます。